ひろこでございます。どうぞよろしくお願いします。ガスさんの今のお話の中で SDGs とは2030年、自分たちはどこにいたいのか、どうありたいのか、それを共有するビジョンであった、である。でこれが世界193カ国、全会一致で国連総会70周年で採択されたものです。でその採択から1年9ヶ月、私はその採択された国連総会に取材に参りまして、世界がなぜこの SDGs を採択したのか、でその一番大きな背景にあった、このままでは人間の生命を維持している地球の機能そのものが崩壊するかもしれない、つまり人間が地球を作り変える力を持ってしまったために、人間の生命を維持してくれている地球の機能そのものが危うくなっている、その強い危機感に大変大きな衝撃を受けたことを記憶しています。でそのこともありまして、番組を離れた後もこの SDGs について啓蒙していきたいという気持ちで活動していますが、1年9ヶ月経ちましたが、先ほど相星さんの話にもありましたように、十分な SDGs に対する認知がまだまだされているとは言えない状況です。でそうした中で本日、滋賀県、そして経済界一緒になってこのシンポジウムを開催するということは、滋賀県が県を挙げて全国に先駆けて SDGs にを進めていこうというムーブメントを作っていきたい、その強い機運を感じております。まあ、トップランナーになりたい、あるいはムーブメントを作っていきたい、まあ、その志を感じるわけですけれども、SDGs の